めっちゃ誘惑してくるね。狙いには今回してないんだけど、めちゃくちゃ誘惑してくるね。こうやって見たらほんまに欲しい選手盛りだくさんすぎるね。はい、どうもなつです。ということで本日も動画やっていくんですけども、まぁ、ちょっとここ出せると思うんですけども、ここか、年内に1万人目指しておりますので、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。マジでお願いします。ということで、ちょっとね、もう今日は更新盛り盛り盛りだくさんになってるので、昨日っていうのかね、ちょっと今日は先に洗濯契約書の解説動画の方出してると思うんで、これ次の日に出してる動画になってると思うんですけども、更新が盛り盛り丸盛りすぎる。まず洗濯契約書ね、来ましたね、これね。まあ、妖怪道は、特段成功 1.5 倍。大会来た。大会来ましたね。やっぱりセリーグ杯、パリーグ杯、タイブレーク杯。今回はね、もうパリーグ杯で出ますよと、もうパリーグ杯で出るために、ちょっと過去の選手とかもね、いつか OB で当たったら継承すればいいだけの落合選手とか、ワールドスターで獲得したら別に継承すればいいだけの正尚とかね、ちょっと今全部スピ解放しまくってるんで、パリーグ杯に備えて、でも今回のパリーグ杯は必ずリボン取りますということで、もうちょっとね、3月に入る前からもう練習始めますということで、皆さん応援よろしくお願いいたします。配信もしていくんでね、ぜひ対戦よろしくお願いいたしますということで、まあ、本日はですね、洗濯契約書のガチも引いていく、もうそれだけになってます。もうそれだけの動画です。で、ちょっと今回の狙いなんですけども、まあ、自チームは、ソフトバンクで引きます。ソフトバンクで獲得したい選手がこの中から松本裕樹投手と、牧原投手とあとは、甲斐選手、こちらがね狙いになってきてますので、ちょっとね、自チームの30連目と70連目はソフトバンクで引いて、洗濯契約書はもう決めてるんですけども、ある選手をね獲得していきたいなというふうに思っておりますので、早速ガチャの方を引いていきたいと思います。はい、ということで引いていきたいと思います。まず10連目ね、もう狙いは今言った通りなんで、もうとにかく救っていきたいですね。いや、マジで頼むわ。いいよ、これ2枚いけずやんから、めっちゃ最初のインボやったしね。これレインボーまで来て、レインボーまで来てちょ、でもね、シンプルにもう S ランクの枚数がマジで必要ない。グランドオープンと同時にめちゃくちゃスリカイもまたしたいと思ってるから、シンプルに必要、シンプルに S ランクの数が必要。サンタナも A ランクでないですよね。サンタナもね、ちょっと使えるまで限界突破できていきたいので、遊兵は別にあれ、知ってんねんけど、そうですか、ちょっと使われへんね。まあ、S ランク数が大事やから、もう逆に使われへん方がスピ解放要因として置いとけるね。OK です。はい、もう OK、もういいです。あ、これはちょっと出なさそうかな。キャッチ。はい、ということで、次30連目、ここで自チーム選手確定ですね。とにかくね、言った3人が出てくれれば、ほんまに不幸中の幸い極まりないけども、マッキー、甲斐選手、あと松本裕樹投手ね。ここの辺が当たってくれれば、パ・リーグ杯に甲斐選手は結構必要になってくると思うんすよね。キャッチャーが、パ・リーグ杯やったら俺キャッチャー誰や、森選手で行くの。でもシリーズあんだよね。ペナルティ結構きついよ。ってことを考えると甲斐選手も必要よ。で、マッキーは俺にとってはマジで必要なピースなんだよね。だってマッキーは俺肝心なんだよ。で、松本も欲しい。頼むよ。お前昨日柳町を昨日も来たよ。男前やけども、でもいいわよ。昨日お前が出たっていう、っていうやつでもう昨日あれよ昨日ショート動画 1.3 万回再生されてるから、もういいわい。柳町で、マッキーの A ランク OK よ。これでやっと極みになります。マッキーこれで
ということで50連目なんですけど、50連目ねこれ選択契約書はついてくるんですけど S ランクは確定じゃないんで、ここねちょっと皆さんご注意くださいということでね、気をつけてくださいね。指名候補、うん、普通に出なさそうやね、出なさそうな気するっていうか、俺選択契約書の50連目 S ランク出たこともおーちょっと待ってこれ2枚引くで、多分2枚引くでこれ絶対、うん、どっちです？知ってるよ、知ってるけどね、うん、若手でね、新人やのにすごいよ、復活してよ藤平。俺高校生の時にかな、一瞬大学生の時からちょっと投げ方真似してたけどね、うん、難しかったけど、あ、ごめん、柳町、柳町、柳町、また来た、柳町、あ、2枚引きしたけど、これプレゼントのとこに行ってますよと。ってことは50連目で S ランク3枚かかってるじゃん、柳町、ほんま、柳町やな、ほんま。これ60連目で、60連目は確定らしいです。はい、ということで次70連目ですね。70連目結構これ運命かかってるんで、ほんまマジで命かかってると言って過言でもない。甲斐選手、牧原選手、松本幸投手、頼むね、ほんま。柳町あかんぞ、いい演出よ、柳町あかんぞマジで。レインボー来い、おー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 お
うん、2枚引きかね、2枚引きか。おっと、もうこれ最後やな、最後やな。頼む、頼むで、マジで頼む、頼む。はい、ということでね、選択契約書引いていきたいなと思うんですけども、ちょっとこの石井投手とかね、特に床田投手とかめっちゃ誘惑してくるね。狙いには今回してないんだけど、めちゃくちゃ誘惑してくるね。安明とかもちょっと使ってみるし、めっちゃ誘惑してくる。バウアーおらんね。バウアーやっぱおらんからね、皆さん気をつけてくださいね。いや、グリフィンとかもね、欲しいよね。グリフィンも全然欲しいんやけどね。で、ヤクルトもね、田口投手、シミノボね、使ってみたいよね。で、オリックスはね、もう、吉野部やね。こうやって見たら、ほんまに欲しい選手、盛りだくさんすぎるね。ペルドモとかもロテ順の人やったら、マジ必須やしね。ソフトバンクもね、結局引かれへんかったけど、ファイナルミキサーとスタートダッシュガチャで引きたいんで、ここではソフトバンクの選手は選択契約書では引かないです。はい、ということで、私が選ぶのは、はい、ということでマジでよろしくお願いします。田口投手、田口投手マジでね、もうずっと使いたかったよ。